東京大田区の JR 大森駅近くの商店街で火事があり、2軒が焼けました。この影響で JR は京浜東北線が一部区間で運転を見合わせましたが、先ほど再開されました。東京消防庁などによりますと、午前10時過ぎ、大田区の JR 大森駅近くの線路に面した飲食店で火事があったと通報がありました。ポンプ車など25台が出動して消火活動に当たっていますが、ラーメン店が1階に入る3階建ての建物を含む2軒が焼けました。20代の男性が怪我をしていて、病院へ搬送されたということです。この火事の影響で JR は京浜東北線が一部区間で運転を見合わせていましたが、午後1時36分に運転を再開しました。